タオル割るじゃん。はい。みなちゃん買っちゃえよ。わかりました。車の話坂戸店やってまいりました。坂戸店いるか。オープニングから。出張坂戸店のコーナーで。はい、すみません。出張コーナーでございます。なるほどね。はい。なんと今回はドライビングレッスンで、なんとあの声優の畑中さんのドライビングレッスンをしようかなと思っているのですが、車好きなんだ。結構あの実は車好き。今ちょっと徐々に車を勉強しているところです。そりゃいいよ。お、そりゃいい。で、何を教わりたいの？あの、ちょっとスピンターンを。いきなりか。いや、はい、スピンターンだけはまだやったことがなくて。なるほどね。ちょっと今ほっかほかな状態なので、ちょっとほっかほかな状態で、はい。スピンターンはだってラリーでしょっちゅうサイド使うじゃん。そうですね。ドリフトもそうだけど。あのパンってきっかけだけ作って、ね、くるっと。そうだよね、はい。やります。ドリフトもサイドブレーキから。はい。でレースの場合はサイドブレーキないからブレーキバランスで後ろに持ってったりしてリアをこうロックさせたりするんだけど、で市販車そんな顔するな。いやだからそうだなと思って。サイドブレーキをなんで使うんだろうって思ってるんだと思います。そうですよ、ね、あのね、車って四輪があるでしょ、はい、で前はハンドル切って転がるでしょ、打角を与える。後ろは駆動をかけてるでしょ、はい、それをサイドブレーキを引くことによってどっちかの荷重にかかってると、こう右コーナーで右にかかってる時にサイドブレーキを引くと遠心力と荷重でスッてリアがロックして向きを変える。はだから初歩的な初歩なんだよ、はい、サイドブレーキのスピンターンって。へこれはもう本当に簡単だよな。そうですね、一番免許取って自動車部とかで何を練習するかっていうと大体サイドターンとか本当に、はい、狭い空間でもできるので。ちょっといやそれはすぐできると。いやだけどプロの方がすぐできるとど素人だな。そうですね、もうズブの素人なんです。もう本当に取り立てぐらいの。ドーナツさんやったことあるでしょ。一応回ったことはあるんですけど、ね、もう今日はひとまずとにかくターンしてみる、もう角度とか決めずターンしてみるまでは絶対できるようになりたいですね。それは先生が決めるんだよ。いや見ろこの流れ。どうすんなよ。やります、やります。もうえらい楽しみ。 MF ゴーストに持って帰ります、これを。えらい、さすが声優畑中。かっこいいぞ。頑張ります。はい、切ってサイドブレーキ。うわーっ、OK、すいません、お待たせしました。これはね、そんな難しいもんじゃないの。はい、簡単なところでね。そうなんですか。はい、一足からやるね。あ、わかりました。一足ギアでね。はい、速ギアでさ、はい、でハンドル切ってサイドブレーキ。うわっ、うわっ、ね、はい、え、はい、もう一回やるよ。ゆっくりやるよ。ゆっくり、はい、一速ギアで行くでしょ、はい、ハンドル切るでしょ、はい、サイドブレーキ引くでしょ、はい、で180度回ったところでフットブレーキこの辺でかければちゃんと来た方に。わかりました。この引くときにはクラッチを切るんです。もちろんもちろん。あ、なるほど。もう一回やるよ。はい。ゆっくりやるよ。はい。一速で引っ張る。はい。ハンドル切る。切ったらクラッチ踏んで、はい、サイド引く。はい。で、くるーくるーってこっち向いた。はい。向いた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 この辺で、はい。ポンとブレーキを踏むと、はい。遠心力でスッて止まるから。わかりました。これを早くやるよ。はい。いやー、ね、はい、すごい。クラッチはもう踏みっぱなしなんですね。踏みっぱなしなんです。わかりました。来た方向に。はい、よし、行け、行きます。ハンドルこっち切れてるだろ。はい、でハンドル切る。あ、遅い遅い、スピードが遅い。スピードが遅い、スピードが遅い。ハンドル切りながらサイド引く。ハンドル、もうバーッて走ってる時にハンドル思いっきり切るんですか。そうそう、走ってる時に思いっきり切る。そうで、その時にこれも同時に引く。同時同時、クラッチ踏んでね。同時よし、え、もうちょい先に行って、はい、ちょっと U ターンしてみよう。わかりました。え、ここでやってみる。ぐーっと踏んでって、踏んでって踏んでって踏んでって、 踏んでってハンドル切ってサイドサイド引いてねえだろ。
これ難しくないですか。そうそうですね、難しいっちゃ難しいかな。いや大丈夫です、ちょっとエンジン止まってるだろ。すいませんごめんなさい。よーし、よしよし、ちょっと動揺がね、でも大丈夫ですよ、よし次は絶対に。そう最初からねうまくなんかいくわけじゃないね。はい、よし、よし、この距離だと2回できるな向こうまで。ちょっと待ってくださいね、これでサイドを引くんですよね。サイドずっと手をかけてた方がいいかな。うん、ハンドルを切りながらクラッチ振ってサイド押し行け、ハンドル切りながら、おお、これ90度、90度、これは中級以上のやつができること。いや、こういうことですか。でも今のスピードで、はい、今の強さで、はい、ちょうど90度で止まる。わかりました、なるほど。よしよし、もう一回行こう。これスピードが上がると、はい、もうちょっと180度。わかりました。あ、そっか、こっちのフットブレーキの方は踏まなくていいんですよね。そうそうそう、最初は、そう最初は踏まなくていい、うん、サイドブレーキだけ。そう、よしよしよし、今のでいいんだ、今ので。じゃあ行きますよ。うん、スピードが上がれば絶対できるから。はいはい、おお、こういうことか。おー、いけ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 、よしよしよし、いけいけいけ、よし行くぞ。よし、いいぞ、いいぞ。なるほど、うん、いいぞ、来た来た来た、もうちょっとスピード。あ、そっか、あ、ちょっとこっちに行きますね。じゃあすいません、はい、もう一回行きます。オッケーオッケー、それではよし、行け、切るサイド、切ってからサイド。あー、そうか、切ってから今は、はい、切る前にサイド引いてる。切って荷重がグッとかかった時にサイド。よし、わかりました、もう一回切って、切って、切ってからサイド、切って、うん、荷重がかかったらサイド。そう、OK、よし、もう一回行こう。切る前にサイドダメ。わかりました、うん、理想は切りながらサイド。はい、よし、行け、切りながらサイド、サイド、サイド。遅いな。遅いんですか、うん、え、このサイドを引くのが遅い。遅い。なるほど、もう切るタイミングで、もう切り始めからサイド。わかりました、うん、タイミング的にはトトン、トトンぐらいの。そうそうそう、ワンテンポ置くぐらい。はい、うん、切って荷重が乗っちゃうとダメ。切って荷重が乗っちゃうとダメ。もうほんと切りながらサイド、切りながら、で切りながらサイド。おーおっしゃー、もうちょいもうちょい角度欲しいな。もうちょい角度欲しいけど、そう絶対やる、うん、OK、同じタイミングで、ほぼ同じタイミングで、トトン、トトン、トトン、うん、スピードちょっと上げていいよ。わかりました、うん、切るサイド、回りすぎ、回りすぎちゃったけど。よし、ありがとうございます、はい、よし、よし、本当にできちゃうんですね。すごい。いや、すごかったです。もう本当に優しく的確に教えてくださいました。ちょっとごめん、お前顔色悪いぞ。はい。声が裏返って、いや緊張しました。いや本当にありがとうございます。すごい。いやだから覚えれば簡単なの。ハンドル切りながらクラッチ踏んでもサイドだから、そのタイミングが合わなかっただけ。ハンドル切りすぎてからサイド引くから90度で止まっちゃったり、うん、あとは今のもサイドが強すぎるから180度以上回っちゃうわけで、はい、だけどタイミングは分かってきてる。上出来です。すごい。ねえ、すごいよね。レースで使います。いや、使わないだろ。あ、使わない、レースは使わない、レース使わない、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 違反だぞ。あ、ごめんなさい、絶対使いません。でもすごい、本当にこの挙動が楽しかったです。なんかね、楽しいよね。楽しいです。なんか一体化した感じがしてすごい楽しかったです。いいよこれ、買っていい。うん、もうどんどん押されてますよ。いやいや、もうね、いや、本当に買っていいよこの車。大絶賛です、ね、みまちゃん、買っちゃえよ。わかりました、もうちょっと考えます。ね、もう一個考えます。3号売れば10台買えるよ。まだローン、まだローン払ってるんです。アヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。